なんだ。おとつです。2018年3月の13日、7時3分です。よろしくお願いします。なんかね、勝手に切れた。なんか知んないけど、勝手に放送が切れた。わかんない。なんかボタンがね、消えてたり、不具合が出てたんだけど、勝手に切れたわ。びっくりした。バツッと切れた。何だったんだろう。うん、バツッと切れた。なんか最近おかしいよな。何だったんだろうね。強制終了みたいになったね。安定しなかったな。初見さんいらっしゃい。和道です。配信5年目です。普段雑談生主とかやってます。よろしくお願いします。チャームポイントは寄り目です。どうも。腹減ったな。朝まで仕事か、大変だな。で、一人で回してんの。あ、そうなんだ。結構儲かる。お腹すくね。俺何食ったっけな、起きて。あ、マック食ったんだ。12時前にマック食ったから、まあそれ腹減るわな。ねえ、アイテムありがとう。飲み屋なんて儲からんよ。あ、そうか。大変だよな、飲み屋もな。お客さん捕まえんのも大変だし、特にあれでしょ、飲み屋同士の同業で客ねえ、つながり作ってって感じでしょ、多分その飲み屋街で。いや大変よ、飲み屋は。体壊すし。だって売り上げ上げるっつっても自分で飲まないといけないんだもん。特に女の子だよ。まあ女の子っていうか、まあババア。大変よ。やっぱ肝臓悪くするよな。スナックみたいな感じなの？バーなの？スナック？でもスナックいいよな。スナックはいいよ。バーなんだ。へえ。バーか。おい、あ、すいません。すみません、お姉さんって言います。ごめんなさい。
スナックに疲れたからバーにしたんだ。でもなんか下心ある客とか嫌だよね。下心があったりとかさ、そういうのめんどくさいよね。口説かれたりとか。ああ、探偵はバーね。そうなんだ。いいじゃんいいじゃん、お客さん選んでんだ。もう長いもんね。いいね。それはいいわ。でも沖縄の、沖縄バー行ったけど安かったよ。沖縄行った時飲んだけど、なんか飲み屋街行ったね。なんかスナックとかがバーってストリートで並んでるところ行った。あとなんだっけな、食い物うまかったの名前忘れちゃったな。もうバーレモンハートって漫画、おわかんない、いないいないバー。いや違うよ、なんで来るって言わんのじゃないんだよ。俺沖縄着いてずっと2のツイッターとか探したんだよ、連絡取ろうと思って。LINE もほら俺全部アカウント消しちゃったから、あニコ生やめた時、そう探したんだよ。もう本当に飲み行こうとは思ったんだよ。今度沖縄行った時行くよ。いや俺が悪いよ。そうへ、もうすぐ爆破癖が治んないから。でその後ツイキャス行ってふわっち来たんだよね。モスさん風船ありがとう。今度行くよ飲みに。どの辺、どの辺でやってんの。まあ言われても分かんないけど、国際通りしか分かんないけど、国際通りってあれメインストリートだよね。松山飲んだよ。松山ってあのスナックの通りでしょ、あのバーって左右ずっと一通り、あのあれでしょ、左右にスナックとかバーとかあるとこでしょ。そこでリスナーさんがあの2人ぐらい男性の人が来て、多分松山だと思うよ。でしょでしょ、ねえねえつーさ、あのヤギ汁だかなんだかっていう、なんか内臓の店とか行ったよ。なんかその本当の古い方、そっちかな、どっちなんだろう。俺はね深夜が好きなドラマは深夜、日本人で好きなドラマは、あのね深夜のドラマかっこいいね。あのねタイトでかっちり叩く人が好きなの。深夜はすごいよ、なんかこうパワーとそのかっちりさっていうか正確さ、なんかいいね。深夜のドラマ好きだね。ルナシーの深夜、腹減ったな。そうだね。次こそ。
ペイさんありがとう。肉まんありがとう。肉まんありがとう。みんなそろそろあれかな、起き始めてお仕事かな。おのんちゃんありがとう。ダブル DO にしてる。肉まんありがとう。ムーミンさんありがとう。アイテムありがとう。クマさんもありがとう。書いとこうか。いやだってここ住んでもうどれくらい経つかよ、4年ぐらいじゃないの。更新2回やったから5年目だね。いや長い長い。っていうよりもここの前の家を知ってるのはほとんどいないよ。うん、ここは長いよ。でこの家しか知らんし、長いよ。襲撃しに来た。ピンポン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 。200回ぐらい押されたかんね。怖かったわ。いるよね。知らない。いるよね。ちょ、のぞみの声出ない。うん、ありがとう、ヤマシーさん。いや、ふわっち A 版になって、もう放送やってないって聞いたけどね。サメ島さんにはよくしてもらって連絡取るけど、サメ島さんも多分のぞみさんとあんまり、あれだからあんまり噂聞かないね。もう放送やめたみたいよ。多分。ふわっち A 版だよね。すみれさん、ありがとう。シーナさんありがとう。おはようニコ、ありがとう。いないと寂しいよね。必要キャラクターだよね。あんだけキャラクター濃い人いないもんな。うん、ありがとう、肉まん。
なんだろうな、たまにあるんだよな。今日全然コメント来ねえな。なんだろう。あ、初めて？金太郎さんありがとう。サンキュー。今日はなんかみんな静かだよね。まあこんな日もあるか。シャカ元気だよ。ペコもいるよ。シャカもう4歳か。うん。シャカ元気元気。いまだにもう懐いてるよ。シャカもう年だかんな。うん。ペコはね、新しい子。うん。シャカと、シャカのクリーム色バージョン。シャカのクリーム色バージョンではないか。オスのね、文鳥がいる。ペコは知らんだろうね。増えたの。ペコはね、昨日爪切ったからね、もう俺に懐かないと思う、多分。ペコ？ペコ？ペコどこ？うん、あれ？あれ？ペコどこ行った？こっちに。いたいたいた。ペコはイケメンだから。もう5歳か、12、どれくらい、4歳だね、4歳だね、いや3歳、4歳になったのか、4歳になったね、多分。もうあと3年生きたらまあ平均寿命だからな。折り返したね。早いね。早いよ、本当に早いよな。いやー、あっという間、炎の5年間だったよ俺。もうだってほんとニコ生やってた頃がね、もう5年経ったのみたいな。俺この部屋の中でずっと喋ってただけなんだけど5年間生きてて、さやさんありがとう。5年間生きててこの部屋の中で喋り続けたんだよ。何俺の人生、やばくない？いや今はいいかもしんないけどさ、ねえ、蓋開けてみたら、いやなんか感慨深いものあるよね。このまま死ぬんだろうな多分俺は。あとなんつうの、生主のさ高年齢化が進んでいってるな、どんどん。メンツ変わってないもんな。年を取るのも早いわけだよね。あっという間だよ人生なんか。戻ってこないよ。さっさと終わるね、本当に。花火だよ花火。20代の頃はね、なんか永遠に長く感じたけど、もうすぐ40代になって50代になってすぐパーって終わるんだろうな。だから黒柳徹子とかビートたけしとか見るとびっくりするもんね。松本人志とか見てると、
世代交代というかね、年を取ったりとか。生主は今後どうなってくんだろうな。早い40代だから、まあそうだろうね、加速してくんだろうね。加速加速加速だよ生主ってどうなると思う今後。なんかさ、その急激に変わったりするじゃん。どうなってくんだろうな、こういう生放送とか。不思議だよな。運営次第だろうね。いや、ふわっちは風穴開けたと思うんだよ。完全に完全に風穴開けたと思ってて、どうなるんだろうね。俺もそう思ってる。長くは続かないと思ってる、ふわっち自体は。だけど結局生主はそのなんだろう、リスナーさんどれだけこう抱えるか勝負みたいなところあるじゃん。で結局どこでもやってても実力さえ磨いて知名度さえあれば今怖くないね。他社サイトに移っても今のリスナーさんは絶対フォローしてくれるっていう安心感があって、うん、だからそのサイトがバッて潰れてもどっかに移動する宿狩りみたいなもんだから俺らは、うん、おはようございますポンさん。まあだからそのどこのサイトが流行るっていうのは変わっていくだろうけど、どうなんだろうね。キートスとかキャスね。俺は YouTube ライブが仕組みとしては完璧なんだよな。ただその外部からそのチャンネル登録数取れないから、ほら配信サイトだと一覧でさ、あっち行ったりこっち行ったりってあるじゃん。 YouTube ライブはそれがないんだよ。いやもうニコ生はダメよ。残るって言ってももう機能してないもん。ニコ生一番ダメだと思う俺、うん、だから角川が金あるからさ、もうやる気ないもん。だって俺一回ちょっと戻ったんだよ実圧で、一枠8000円ぐらいになったの。6000円とか、なんだっけ運営のやつあるじゃん。で蓋開けてみたら0円だったんだよ4ヶ月後。ありえねえとか思って、もうバカにしすぎでしょ生主のこと。ねえ、だったらふわっちの方がね食べていけるからさ。4ヶ月後に入金でさ、ねえ、一枠2時間喋って6000円だったらまあ食っていけるかと思って、でも、どっぷりやらなくてよかったよ。いや、ひどかったよ。もう超裏切られたよ。未だに腹立つもんな。表示されてる額と全然違えんだもん。もうあれ詐欺だよ、詐欺。プッシュ？テレビだったら違うんだ。まあまあ俺プッシュ関係ないかな、うん、どういうことって。あのクリエイティブコモンズってやつね、クリエイター推奨プログラムってやつで、まあその枠が終わった後にいくらいくらって表示されてたのよ。で1枠7000円分ぐらいだったのがこれですよ。蓋開けたら0点っつって。何が0点だよ。ちゃんとお金入るって書いてあったんだよ、もともと。それが蓋開けたら0円ですよ。やる気なくすでしょ、うん、信用しなくてよかったよ。だよ。え、
や、テストで俺も絶対こうなるって分かってたから、いや、めんどいよ。設定もめんどくさい上に、最終的に6000円って表示してたのが0円だよ。そりゃ信用なくすだろ。ありえねえよ、これ。しかもその記録さえ残しておいてないし。詐欺だよ、詐欺。本当に。こういうことやってるとね、ほんと信用失うと思うよ。まあ俺は多分もうニコ生やることはないね。契約に穴があったんじゃなくて、要はな、花火だったらさ500円入るじゃん、花火一発上がって、もう安心感があって不正されたこと一回もないの。だけどその視聴者数とかコメント数とか広告料に応じてお金払いますって言って、一枠で7000円から3500円の間で払いますって表示されてたの。まあなんで倍なんだっていうこともよくわかんないけど、まあこの枠は7500円から3500円払いますよって書いてあったのに、4ヶ月後にそれが最終集計されるんだけど、その時ゼロって表示されてたの。ありえないよ、ほんと。肉まんありがとう。トムおはよう。まあまあまあ、要は払う気なんか最初からないのに釣ってたってことよ。もう遊んでるのよ、運営は。そうそうそう、運営次第よ。もう昔からじゃん、新しいの始めますって言って何にも始めなかったりとか。だって今のシステムってもう何年前から続いてる。もらった人だからみんな裏切られた裏切られたって騒いでるじゃん。だからに野田とかが200万とか表示されてて、月収200万だって大騒ぎして、4ヶ月後クソクソみたいな金額で、はぁみたいな。もうネタにするしかないよね。まあニコ生勢は分かっててやってるだろうけど、ていうかもう信用ができない、ただただ。だってさ、俺その枠開くのに月500円取られたりするわけじゃん。意味わかんないよ。おはようございます、トンちゃん、いってらっしゃい。腹が立つよな。もう腹が立つっていうか呆れるのレベルだよ。だったらいいんだよ。あ、俺ら花火もらってた方がさ、頑張りがいがあるんだから、チップもらって生きていくよ。がんつりやってた人はもう失望でしょ。だからあれに取られてるよね、あのなんだっけ、DMM ライブコミューンが今伸びてるのかな。なんか中途半端でしょ、5万とか10万とかでしょ、多分多分そんなもんだと思うよ。ありがとう、肉まんありがとう。これって何？肉まんは俺の枠見てると10分おきに補充をされるの？そういう感じなの？なんか肉まんが増えるんだよね、多分。追加されんの？ 10 分。専用カテゴリーの配信を10分視聴すると1個もらえます。で、1日10個までもらえますって書いてある。10分見てると1個もらえて、マックス10個までもらえるんだ。なるほど。1位取ると5万円だって。わあ、10位以内に入ったら2000円もらえるんだ。なるほど。肉まんありがとう。ありがとうございます。いいじゃん。今何位だ俺。三国志全く詳しくないね。呂布とかしか分かんない呂布全然アホみたいに詳しくない。これ今何位だろう。これなんかゲームのコラボでしょ。アイラが1位で14位か。10位以内厳しいかな。10位香川さんか。
まあ無理か。14位か。こんなもんか。はい、若津。アーミーおはよう。14位だった。肉まん？アイラ、何言ってんの？ツー、何言ってんの？アイラって1000万ぐらい稼いでんだよ。毎月。ふわっちの王様だよ、今。むしろアイラが流行らせたみたいなところあるよ。アイラが1ヶ月で300万ぐらい稼いじゃって。え？ 27 位？え？いや、14位って書いてあったけど。ありがとね、アイテム。アイラもとんでもなく稼いでる。多分年間5000万ぐらい稼いでるよ。なんで？いや、わかんない。アイラの枠見てみたらわかるよ。花火が一枠数百個とか、300個とか余裕でくんのよ。で、一枠やるだけで20万ぐらい稼ぐんだよ。いや、だから、みんながアイテム投げてるからでしょ。あ、風船ありがとう。ありがとうございます。アイラがトップだよね。すごいよ。そうそう、もうヘビーな金持ち囲いがいるって、相変わらず。だからもうトップだよ、キングだよ、アイラは。ふわっちの。閲覧はまあ20人30人とか固定で多くはないんだけど、なんつうの、だからもうパワーバランス崩れたよ。別にかっこよくもないのにやめて。ここでアイラの悪口書くと戦う、すごいよ。ふわっちはニコ生とノリが違うから。ハンニバルさんおはようございます。14位だよね、だよね、うん、貯金1億はないんじゃない。まあでもだってふわっちができて2年目だから、もうすぐ2年終わ、3周年、ん？ 2 周年終わって3周年になるから、どれくらいだろうね。まあトータルやっぱ6000万ぐらい稼いだんじゃないの。運営の桜っていう可能性は考えづらいかな。うん、いやいや、2やめてくんない？あのね、ふわっちって叩かないんだよ、ニコ生の人だって。なんでかっていうと、花火師さんって言うんだけど、アイテムくれる人がかぶってる可能性があるから。ふわっちはめちゃめちゃ慣れ合うサイトだから、つそう、誰かの悪口を言うと、その花火師さんが自分とかぶってた場合怒られるから、基本的にすげえ仲良しだから、うん、半分税金持ってかれる。どうなんだろうね、わかんないけど。肉まんありがとうございます。文化が違うんだよ、うん、食いっぱぐれるからね。もしよかったらアイテムいただけると嬉しいです。10円しか稼げてないんで、もしよかったらアイテムください。無料アイテムも欲しいんですけど、有料アイテムもお願いします。延長代にもならないんで。まあね、まあアイラは変わってないよ、スタイル。10円、収入10円だと食いっぱぐれちゃうから。有料じゃない、それ無料だよ。悲しい。フォローありがとう、フォローありがとうございます。ありがとう、チェリー、チェリーさんありがとう。花粉症だね。おはよう、ニアさん。花粉症。
肉まん貯めてくれるのありがとう。ルシファーさんありがとう。いやー、関さんも相当稼いだでしょ。相当稼いだ。うん。肉まん7個ありがとう。相当稼いだろうね。いや、だから、まあ3000溶かしたお金分はさ、戻ってこないだろうけど、まあまあ、配信やっててよかったって吉江さんは思ったんじゃないの？いい思いしたでしょ。ねえ、親孝行したでしょ。ニコ生で溶かした数千万が少しは戻ってきたでしょ。慎吾さんなんか数百万稼いだからね。アイテムありがとう。その DMM ライブコミューンってどうなんだろうね。これか。DMM ライブコミュ、これか。ねえ、これは、ねえ、パソコンじゃ放送できないのかな。あ、これスマホ。スマホのみ対応なの？スマホだけなのかな？うん。レア小橋ありがとう。ありがとう。おわ、来た。ありがとう。ポンさんパフェありがとう。ありがとうございます。あ、 DMM7 割入るんだ。それでかいね。7割、それはすげえわ。へえ。YouTube ライブも7割だからね。キートスは何割か知らない。ツイキャスもね、運営あんま好きじゃないんだよね。虚偽通報でもう散々おすすめ規制食らってもう嫌になっちゃったよ。悪いこと何にもやってないのよな。もうなんか殿様商売してるところ嫌い。だって配信者が不正やってないのにさ、不正扱いするってさ、もうどうしようもないじゃん。やられ放題だよ、もうアンチに。まあ、7割はでかいよね。ねえ、いまだにだからおすすめ規制解除ロック何回やってもダメだもんね。今日はワドさんおすすめじゃなかった。え、どういうこと？いや、いるけど俺。はい、アンコロお帰り。いや、俺いるよ。ここにいるよ。おすすめじゃなかったってどういうこと？上からね、1,2,3,4,5,6,7 番目にいるね。え？おすすめ規制食らってる俺。いるよね、トップページに。1,2,3,4,5,6,7 番目にいるはずだけど、うん、多分いると思うよ。 いたでしょ、うん、まったり喋ってるだけだから。
おはよう。フォローしてると分かんないよね。ありがとう、肉まんありがとう。ありがとう。いつもおすすめ来てるからフォローしてよ、もしよかったら。なんかね、おすすめにいつも載ってるからね、フォローしなくていいやって言われちゃうと悲しくなるんだよね。やっぱね、フォローしてもらえると嬉しいからフォローして。あのね、まあイベントの時に無料アイテムっていうのがあるんだけど、ね、ちょっと説明しようか。ふわっち自体にはランキングがあるのね。こういう風にデイリーランキング、マンスリーランキングとかあるの。で、このランキングポイントっていうのは無料アイテムが結構重要なのよ。で、昨日27位だったのね、俺は。だから、みんなその無料アイテムとか有料アイテムで上の方に行かせようって、AKB みたいなもんだよ。推しの配信者をランキング競い合ってんの。で、俺は昨日27位なんだけど、マンスリー、月間ランキングだと下の方なんだよ。月間100位いってるかな、月間96位ね。だからそのみんな競い合ってるの。だからふわっちって閲覧数の多さじゃなくて、なんていうのかな、そう、これまあ稼いでる金額でもイコールでもあるわけじゃん。だからホストクラブみたいな感じで、今は三国志っていうイベントやってるから、この三国志のこれの俺は赤に登録してるから、ここでも競い合ってるっていう、ここでは14位かなっていうように、なんか、こう、AKB みたいなもんだよ。上に行くと、例えばなんだけど、ちょっと待ってね。ちょっと待ってね。三国志。これが今やってるイベントで、これね、三国志ランキング14日までって書いてあるけど、これ。1位の人には、無制限だが、俺のところは ここね。これ5万円3万円2万円1万円5000円2000円とか1万円5000円3000円とか、なんかその例えばあの月間マンスリーランキング1位になると20万円もらえるとか、要はお金がもらえるんだよね。ランキングに上に行くとお金がもらえるので、だから なんでか知んないけど、稼いでるやつがさらに稼いじゃうっていう仕組みなんだけど、で、その、ふわっちは、今やってるのは、これ、売買キャンペーンで、3月のマンスリーは、デイリー1位取ると、1日6000円もらえるのね。で、1ヶ月で1位取ったやつ、マンスリー取ったやつは40万円もらえるって。まあ、金もらえるんだよ。そう。いや、だからね、ニコ生しか見てないでしょ。ふわっちあんまり見てなかったでしょ。で、正直、ふわっちあんま伸びないと思うって言ってんの、2、だいぶ感覚ずれてるよ。あの、ふわっちめちゃめちゃ盛り上がってるよ。多分、ふわっちだけで月間ね、5000万は動いてると思う。多分5000万ぐらい動いてるよね、みんなね。そんないかないか。いくんじゃないの ?5000 万いかない。3000万ぐらいかな。めちゃめちゃ儲かってるよ、2。ふわっち。多分ね、それニコ生見てたからだと思うよ。だから、簡単に言うと、月収、20万以上の人が150人ぐらいいる。だから、2もう時代変わったんだよ。おいっす、ゴーツーさんいらっしゃい。あ、続かの層はね、ちょっとわかるけど、年商4億今年は行くんじゃないかなっていう感じかな。うん、まあ、
簡単に言うとトップが今アイラがいくらぐらい稼いでんだろう。300だから150万ぐらい稼いでんじゃないかな、今現時点で。で多分 4,500 万いくでしょ。だからこのトップ10位以内は多分テルとかもこの辺は多分100万超えのレベルだから、うーん、相当いくだろうね。トップ10位だけで2000万ぐらい、あ違うよ、運営が入ってくるお金の売上規模で言ったらやっぱ5000万超えてるよ、余裕で超えてるっしょ。いや、やってみたら、うん、あれ携帯電話でできんだから、うん、いや普通にお小遣い稼ぎみんなしてるよ。あのめんどくさいアプリとかないよ、ポチって携帯押すだけで放送できるから。ありがとうごずーさん、アイテムありがとう。課金したらポイント消えないの？課金したらポイント消えないのかどうか、お金に換えたらポイントじゃなくない？課金だから。会社やってみたら、うん。そうしたら、人集める辛さとかわかると思うよ。売れたら嫌だね、ちょっとね。だって AF だって100万ぐらい稼いでんだぜ？ 2。AF がだって100万ぐらい稼いでんだ。150ぐらい稼いでんのかな。 AF どれくらい稼いでる？先月とか結構稼いでたよ、多分150万ぐらい稼いでると思うよ AF。 ありがとうカルン、ありがとう。月3万でもいいから、うん、でもね、俺はね、あんまり配信でね、その小遣い稼ぐのはあんまり、小遣いとかその飯食うっていうのあんまり進めない。本当に地獄だよここ、うん、配信であのお小遣いちょろっとっていう感覚は絶対やめた方がいいと思う、うん、できそう。やってみたら、2はまあいけるんじゃないの、わかんないけど。あともう腹くくってるんならいいんだけど、下手にね3万とか4万稼いじゃってみ、多分ズブズブになるし、俺配信者は幸せになれないと思ってる。スーパーレアシューユー、ありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます。すげー、アイテムありがとう、スーパーレア、ありがとうございます。ありがとう特命さん、ありがとうね。たった今この瞬間、さっきまで収入10円だったの俺。これがね、さっきまで収入10円だったのに俺時給2500円になったんだよ今。いやだってほら投げてくれたじゃん。ありがとう、アイテムありがとう。これが怖いのよ、要はさっきまで10円だったんだよ俺の収入、これが2500円になったんだよみんな。わかる？こんなの人生狂うでしょ。俺は今、あれだよ。ありがとう！スーパーレア、ありがとうございます。いや、人生狂うよ。ありがとうございます。いや、狂うでしょ。たった今俺の収入は5000円になったんだよ。時給5000円だよ。わかる？わかる？ありがとうございます。わかる？キャバ嬢ですよ、キャバ嬢。僕は今キャバ嬢ですよ、ナンバーワンキャバ嬢。人生狂うよ。だから失うものがないんだったらやるべきだよ。もう俺の人生何もない、もうそう、和道場です。本当になんかこう何もないし希望もない奴らは一発逆転狙うのはありだと思うよ。ただその仕事を持ってたりする人がやるもんじゃない、はっきり言って。こんなのいつまで続くか分かんないし、金銭感覚は狂うし、うん、あの幸せになれないよ。もうやってて分かってるもん。だって
荒野なんかあれだよ、22歳でいきなり月収100万が半年間続いたんだよ。で今収入悪くなったでしょ、もう狂ってるじゃん。だって毎日5万ぐらい使ってんだよ。だって新宿のさラブホテルっつったら2万3万かかるんだよ。で飲み代考えてよ、もうボロボロになるよこの先。ありがとう肉まん、ありがとう。いや、 やめた方がいいよ、下手に稼げるから怖い。いや怖いよ、うん。だって俺1月なんかほんと家賃2ヶ月滞納とか、もう電気代止まるっていう生活だったわけじゃん。やばいやばいっつって、で2月いきなりこんなに良くなってもらったりとか。有料じゃないから怒るよそれくらい分かってるから、うん、ありがとうスイカさん、うん、気持ちは有料ね。肉まんありがとう、アイテムありがとう、みんなバガーありがとう、バガーありがとう、スイカさんバガーありがとう。それ有料じゃない、無料。でも俺は正直言うと女の人の方が瞬間的に稼ぎやすいと思ってる、配信は。で男は瞬発力はないけど、その長く稼げるのは男だと思ってる。簡単に言うと女の人は色気で稼ぐから、若い女の子とかおっぱいもう、もうこうやってればいいから。そうで女の人で雑談で引っ張れるっていうのは生き残らないと思うよ、吉江さんぐらいと。えー、らいこっちゃ、えー、らいこっちゃ、えー、らいこっちゃっつって花火上がるんだもんあー、えー、らいこっちゃ、えー、らいこっちゃって言ってたら30万ぐらい稼ぐんだよ、4時間こうやってればいいんだもん。えー、らいこっちゃ、えー、らいこっちゃっつってめちゃめちゃでしょ、もう、うん。いや吉江さんは4時間で30万ぐらい稼ぐよ。いや俺はまあまあ喋りで飯食いたいと思ってたから、別にその喋れて生活ができてりゃいいやっていう。あんまあ、桃奈々は面白いもん。桃奈々の捨て頃とかもう何なんだよ、何回見ても笑うもんちょっと見てみる捨て頃。あのあんだけ盛り上がってたのに、そのちょっと待ってね、捨て頃の桃奈々のやつもう一回見ようぜ。俺何回見ても笑うもんな。何なんだろう。ちょ見てみようか。あの30万人が見た捨て頃。ちょっと待ってね。これがそうなんだけど、桃の名って何分ぐらいだっけ。天城風に交換じゃない、現金に交換もできるよ。これ俺の登場シーンだ。何か起こっているようですけど。あ、ちょっと待って、しばかれてるやつだから見ないでしばかれてるやつだから見ないで。あれ桃奈々どれくらいだったっけ、何分ぐらいだったっけ桃奈々。うん、あー、いってらっしゃい、どうもどうも。桃奈々の前か後だったんだよねこれが。え、桃奈々の前だっけ。結構長いんでね。ってことは俺の試合の後ってこと。いいね、炸裂しました今。第3試合、違うな、この後だ、この後だな。しばかれてるところは見られたくないでしょもうそうなんですよね、ちょっと冷静すぎた分。この後か、あ、来たあったあった、よし。いや桃奈々はすげえ面白かったよ、俺最高だと思ったもん。58分ね、58分、この辺かな。よし見ようか、 OK、 お待たせ。いやしばかれてなんぼとか言わないでよ。それでは桃奈々で来た、桃奈々何なんだよお聞きください。この会場の空気最高だったね入場から面白いもんね。相変わらず人気ですね、
コメントではシシシシシ入蔵から面白いもんだ。シシシシコメントが流れてる。ツイキャス久々なんじゃないですか、彼女。今日これ格闘技ではないですよね、山田さん。おっと、だから忘れないんだけど。ここで投げた、受け取った人もどうしていいか分かんないから、ね、困惑してるのか、こっちみたいなね。桃奈々は面白いよな。今日はね、皆さん、来ていただいてありがとうございます。じゃあ今から桃奈々なんなんだよストーリーを歌うので、聞いてください。これはすごいぞ。もうごめん、もう限界だわ。で、この後の柊梨央ちゃんどれくらいだっけ？この差、この差を見てほしいの。歌唱力の差。その、この圧倒的歌唱力の差。この盛り上がりの差。この盛り上がりの差すごいいいよね。なんなんだよーっつってね。お前が何なんだよっていうね。そういうことね。これと、これ、これと、差がすごいぞ。もう何なんだよ、お前だよっていう。ショボーンっていう。いや、俺は桃奈々の方がやっぱ面白いと思ったけど。桃奈々大好きになったよ、ニコ生クオリティ、30万人が見たからね、いや桃奈々面白いよな。ずるいよなあれな。ずるいよ、あんな面白いに決まってるもん。いや、まあ、ニコ生が生んだモンスターだからね。うなちゃんマンと絡んで、ね、すごいいきなりブレイクしたもんね。てか、ちゃんマンからブレイクってすごいよな。いや、今年も出るんだっけ、桃奈々。伏せ頃、今年も出んの？いや、盛り上がるぞ。からの歌、肉まんありがとう、アイテムありがとう。桃奈々の最初さ、およっさんとさ、おホテル配信してやる。へえ。それで、うん、へえ。あ、出るんだ。なるほど。いや、俺は楽しみなコーナーの一つだから。なんなんだよストーリー聞かないとやっぱ捨て頃始まんないから、俺は囲うよ桃奈々を。新しいなんなんだよ。うん、そんなのあんの？ YouTube にあんのかな？かわいいの？マジで知らない。桃エリ知らないな。どんなとこ、これかな。ちょっと待って、あった。ちょっと待ってね、見てみようか。
あったあった。これかな。大丈夫かな。これ？これ？僕の背中は自分が思うより正直かい。ずるいよね。誰かに聞かなきゃ不安になってしまうよ。ずるいわこいつ。こんなんずるいわ本当。だからもう天然ずるいよ。天然には勝てねえんだって俺ら。ほんとさ、ボケ属性のナムシ何回悔しいと思ったか。これじゃないやつがあんの？緑さんがいるやつがあんの？え？こっち？もう一回聞くの？ちょっと待って、もう一回聞こうか。じゃあ これじゃないやつって何回歌ってんだよな。これかな。これこれかな。うっさりした人みどれのやつ、うん、ああこの前、ね、あのみどれさん、みどりさんポジション確保してんな。ずるいな。分かってるよねみどりさん、カメラアングル。いいよこの歌。ねえ若いね。顔ちょっと違うね。うん。僕の背中は笑いこらえてる。ロバってる、ロバってる。ロバってる。ロバってる、ロバってる。これはみどりさんの芸風だろう。これみどりさんだろう。ずるいよな。これはずるいよみどりさん。誘ってるじゃん、誘い笑いじゃん。これはずるいね。これはずるいね。若いね、モモナナがね。すごい。フレッシュな感じだったね。うん。いや、面白かった、面白かった。これ、緑さん、危ない、危ない。緑さんがずるいよ、これ。うん。いや、面白いね、やっぱ。いや、モモナナ実際あったら可愛いよ。うん。可愛いっつうか、なんか画面映りがずるい。面白すぎる。うん。どんな。いや、あの音程がどっから出てくるのか分かんないね。え？痩せてた？いや、でもね、あの顔がパンパンなイメージだけど、体は別に太ってないんだよね、桃奈々、生で見ると。だから、なんだろう、そのスマホ映えがするんだよね、すごい。うん。愛嬌があるよね、あの桃襟は。うん。スケさんいらっしゃい。あー、面白い。どん、俺ダメだわ、あそこまでできない。どんな時、なんだろうね、独特の、なんか音痴の人ってすごい外し方するから無理だよね。なんだろうね。うん。あ、アイテムありがとうございます。アイテムありがとう。なんだろうね、あの歌い方は独特だよね。素だろうね、多分ね。素だろうね。ボケじゃないだろうね。どんな時も。うん。肉まんありがとう。なんだろうこれ、かぶれてんな頭。なんだこれ、言って。いや、頭ね、ずっと痛いんだよね。かぶれてる。微妙に楽器下手だったりしたらもっといじくりがいがありそう。いや、なんかね、1日10個限定で増えるって、10分見てたら、なんか、うわ、なんか血が出てんな。
痛い痛い、うわずるって剥けた、なにこれ、ちょっと待って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 、なにこれ、ずるって皮が取れた、え、なになになにこれ、怖い怖い怖い、え、肉が取れたんだけど、ちょっと待って、頭皮が取れたんだけど、え、なにこれ、なにこれ、え、頭皮が取れたんだけど、ちょっと待って、俺の頭どうなってんの、頭皮が取れたんだけど、うわっ、ニキビじゃなくてね、多分ブリーチで染めたの、うわ、頭皮が取れた、いってかぶれるんだな、なんか痛えなと思った、うん、やめた方がいいね、もうね、頭皮にダメージ、うん、うん、いやハゲてんのはもうデビューしたてからハゲてる、でででで、気をつけます、ありがとう、アイテムありがとう、匿名さんありがとう、リーバイショップ何時からやってんだろう、ジーパン取りに行こう、11時からか、あと3時間か、部屋ひっくり返ってるよ、うーん、隠さないと、部屋ちょっと変える、模様替えする、もう大掃除する、大掃除、アイテムありがとう、ありがとう、ありがとう、アイテム、ミスケおはよう、部屋の間取りどうしようかな、マジで、でこれどうにもなんねえんだよな、これどうすっか、まあこのままでもいいとは思うんだけどね、おはよう、うーん、どうにもなんねえよなこれ、洗濯機捨てたりとか、物を捨てるんだよな、とにかく物が多すぎる、間取りは変えらんないか、配置を変えればいいのか、髪の毛も切りたいな、顔近い、エミさんありがとう、そうだね、元気出してやってこうね、模様替え好きなんだよ、模様替え、タワー何冊くらい、おはようさやちゃん、何なんだろう、1、2、3、うん、向こうも 本棚だしね、何なんだ、1、2、3、4、5、5段、綺
ひげはね、剃ってはいるんだけど、うん、ちょっとこの辺伸びてきたかもね。オッケーオッケー、うん、酒飲み。肉まんありがとう、サンキュー。無料アイテムもしよかったらください。レアありがとう、メルレマリーさんありがとう。最近ね、いやちょっと太ったかな、やっぱ格闘技がでかいんだと思う、うん、あとね、なんだ、一回さお腹下したじゃん、あれからねなんか腹下るんだよね、うん、腕はそんな太くなってないよね、変わってないでしょ、腕太くなった、そんな変わってないと思うけど、太ったところないよ、体重7キロ増えてるよ、そう、しまったんだと思う、体重自体はすごい重くなってる。みんなありがとう、アイテム無料アイテムよろしくお願いします。うん、トイレットペーパーさんいらっしゃい、まだ表示されてないな、なんだろう、ヒンガラメは治らないよ生まれつきだからおはよう、太くて硬いのが好きなんですか、和道さんは。どうだろうね、わかんないな、うん、太くて硬いのが好きなのかな、おかえり、今日は出入り激しいね、アンコラ。鮫島さん最近会ってないから会いたいな、もう3ヶ月ぐらい会ってないよね、うん、ドレさんと同じ枠にいた、炎上してる、こうやでしょ、あれしょ、ライラとまた止まってんでしょ、なんだろうね、付き合ってんのかねあれ、うん、まあ、ライラとこうや結構なんかお似合いっちゃお似合いだよね、なんかいいじゃん、ライラとこうやってしっくりくるけど、付き合えばいいのにね、いや、あんな炎上とは言わないでしょ、なんか金払うか払わねえかとかそういう話でしょ、いや、ライラ付き合って別にありだと思うけどね、面白そうだけどね、知らん男にキレてた、ライラいつも怒ってるイメージあるんだよな、なんかいつも切れてるよね、何がそんなにおこなんだろう彼女は、これはねキラーマシンだよ、女の子には分かんないでしょ、これはね勇者を倒すためにね作られたねキラーマシンですよ、キラーマシン、そう、これは男の子の憧れね、めちゃめちゃ強いからキラーマシンは、魔界に君臨する勇者を倒すためだけに作られたマシンですよ、虫じゃないキラーマシンです、いいでしょ、うちにはフィギュアいっぱいあるからね、キラーマシンもいるし、まあだから部屋散らかるんだけど、カービィどこ行った、カービィあれカービィどこ行った、あれカービィはいたいた、これはドラクエのモンスターだね、カービィもいるから、
こうやって比べるとカービィの可愛さは際立つよね、うん、いやこれが顔でしょ、これが顔でしょ、うん、キラーマシン知らない人がいるっていうのが俺は驚きだけどな。そうかっけえよな。いやいいわキラーマシン、目玉1個だよ、うん、足は4本。えドラクエやっててキラーマシン知らないとかもう考えられないんだけど、考えられないわ。カービィはわかるでしょ、カービィ、カービィわかるでしょ、カービィ虫じゃないからやめて、うんうん、カービィがドレさんを吸い込んだら黒カービィになるのかどうか知らないの、知らないんだ。カービィがドレさん吸い込んだらどうなるのか知りたい人いる？チョコボール。チョコボールになるか。ああいいとこ行ったね。正解はね、正解はこうなるんですよ。正解はこうなりますね。うん、正解は黒カービィになるでした。うん、こうなる。そう、うん、すっぽん皇帝が答えだ。いや本名さらしていいのっていうか偽名じゃないの、さらしていいのっていうかテレビに出てるからね。この顔腹立つわ本当に。本当腹立つわ、うん、おはようございます。あ、お忙しい時間失礼します。はい、月刊スポン皇帝の鮫島と申します。あーどうも、よろしいでしょうか。あーどうも、和道さんでよろしいでしょうか。あ、和道です。はい、あどうも、はじめまして、月刊スポン皇帝の、はいはい、鮫島と申します。あ、存じてます。ですね、はい、この度ですね、ちょっと、はい、ドレ様っていう方の紹介で、はい、次回のですね、はい、そのうちの、まあ、宣伝にちょっと和道さんをちょっと推薦していただきまして。僕ですか、スポン皇帝。はい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 、はい、スポン皇帝でちょっとテレビの深夜番組とかに、はい、まあ宣伝 CM なんかを流すんですけど、はい、ちょっとドレさんになんか知り合い、お知り合いでなんか面白い方いますか、はい、って尋ねたところ、はい、ああ和道さんの、あ本当ですか、やばい、推薦があったので、はいはいはい、あ出てみたいですね。出てみたいですか。出たいです、出たいです。はい、あ和道さんってちなみになんかスポーツとかってやられてます？あ、まあボクシングとかやってますね。ボクシングですか、はい、何年ぐらいやられてるんですか。あ、まあ短いですけど、まあ1ヶ月ぐらい。あ1ヶ月、あはは、はい、あまあじゃあもうはい、トレとかはもう、あもうもちろん筋トレもやってますね、はい、はいはいはい、やってます、やってます。なるほど、はい、へえ、っていうことはじゃあ今度なんかその、はい、まあちょっと打ち合わせみたいなものもやるんですけれども、ぜひお願いします。もしよろしければ和道さんちょっと、はいはい、まだ出れるかどうかまだ分かんないんですけど、あ、もちろんもちろん、本当にチャンスいただけるだけで、はい、はい、前向きに話を進めていきたいなとは思ってるんですけど、よろしくお願いします。ちなみに和道さん、はい、Wi-Fi はどうなりましたか。 Wi-Fi 帰ってきました。 Wi-Fi 帰って、あ、Wi-Fi いますよ、はい、いますか Wi-Fi。 はい、いますよ。ちょろいもんですよね。なんですか、まあえ、何ですか。何ですか。今 Wi-Fi 契約させに行こうぜ。Wi-Fi 契約。あ、起こせ起こせ Wi-Fi。いや起きてますよ。Wi-Fi 行くぞって。Wi-Fi。もう8時半でしょ。だから Wi-Fi もうね9時ぐらいにね新宿行けば。Wi-Fi に変わりますね。Wi-Fi。あ、そっか。イヤホンが。Wi-Fi。こっち来なさい Wi-Fi。Wi-Fi。Wi-Fi ね、ないとほら、ね、月刊スポン皇帝がいるから。うん、そう、Wi-Fi ないとダメなんですよ、うち。ちょっと。
滑んないよね。気をつけない。おはようございます。あ、おはようございます。Wi-Fi でよろしいでしょうか？あ、はい、Wi-Fi です。 Wi-Fi おばさん、はい、今日 Wi-Fi 契約できます？和道さんの。今日ですか？今日です。はい、今日でいいの？あ、でもカードがまだ来ないとダメだ。はい、あ、カードがないとできない、うん、まだ、うん、あ、でもね、あの振り込みとかなんかできるんじゃないですか？銀行口座あれば。振り込みはできんの？振り込みで。わかんない、俺 Wi-Fi 持ったことないから。どうなんだろう。うん、親の Wi-Fi パクってこいよ。親のはないんですよ。ないの？使ってないんですよ。使えねえなぁ。もうじゃあいつできんの？最短で。最短で？うん。ビザとかって何日ぐらいで？え、何、もう申請出してんの？もうその審査みたいな。いや、これから銀行に行って、うんうんうん、口座作って、うん、でビザ作んないといけない。で何、審査通るの？のんちゃん。ああ、わかんない。なんかブラックとかしたことある？昔事故。んない。ない。じゃあクレヒス、まあ、48でクレヒ6日、1週間でね。あ、まあ1週間ぐらいかかるけど6日で。な、今即日でカード発行されるの。昔ルミネが即日だったんだよ、うん、ルミネ、うん、今ってない。あ、じゃあアコムとかどう？アコム、アコムって、あるよね、なんかクレジットカード。あれは、いや、アコムあるんだよ、キャッシングじゃなくて、そのクレジットカード機能あるんだよね、アコムって今。へえ。アコムだったら多分30分とか40分じゃない？それでビザもついてくる。ビザっていうか、多分どうなんだろう、アコムカードはどうなんだろう。でも即日発行だよね、アコムって。多分カードは別か。あー、別か。お金だけかな。そうなのかな。どうでも、まあ、そしたらじゃあ何、今日行けんの？今日行こっか。じゃあ今日銀行に、うん、ちゃんと行けんの？うん。本当に、うん、いや、もう和道がほらね、配信環境ないとダメだからさ、困るから、うん、困るんだよ、そういうことやられちゃったら。そうだね。そうだねじゃないじゃん、うん、ね、のりこさん、うん、どう思ってんのその辺。あ、何、反省してる？ちゃんと反省してます。本当に、はい、いや困るんだよ、こういう、もうこういうさ、初歩的なミスされると。はい、本当に。はい、まあまあまあ反省してんなら、まあまあこれ以上きつく言うこともないけど。じゃあワドに代わって、ごめんね。はい、ありがとうね。 Wi-Fi、 はい、 Wi-Fi。 銀行で口座作らないと。今日作る話は、うん、あ、パルコって即日なんだ今。へえ。いや、前昔はルミネが即日だったんだよね。今どうなんだろうね。ババアよれてんじゃねえか。かわいいでしょ。かわいくねえな。なんかすげえ気持ち悪かった。だからあのルミネとかさ、うらやましいですか今。何が？いや、のんちゃんの、あれさ、のんちゃんのこといやらしい目で、のんちゃんのこといやらしい目で見てましたよね今。違うよ、すごい、なんかつらかった。なんすか、つらいって。てかさ、はい、ルミネとかさ、パルコで即日カード発行とかないの？いや、わかんないですけど、なんか昔はあったんだよね。はい、な、まあなんかやりますよ、うん、あ、丸いだっけ昔即日だったの。丸いかルミネかなんかが即日で。はいはいはい。今ないんだろうね、多分。山田電機とかでも多分1週間ぐらいだろうね。まあそうでしょうね、はい、あ、であれか、家電買うのは大丈夫だけど、カードが発行されるまで1週間だから。まあ多分。いや違う、クレジット俺やったことあるの、山田。うん、だからどうすんの、ワード。あ、まあ今日出かけて、まあなんとか、うん、はい。困るよね、ワドね、はい、配信環境になるとね。そうっすね。もっときつく言わなきゃダメだよ。あ、了解です、はい。今丸い即日できんの今？じゃあ丸い連れてっちゃうよ。丸い、あ、はいはい。丸いの、はい、クレジットカード。丸いって新宿あるかな？ビザなんかマスターなのかわかんないけど、はい。
丸井のクレジットカードは昔は即日で、はい、了解です。いや了解ですじゃないよ。ん？んじゃないよ。でお前25日の連絡なんで来ねえんだよ。ああ25日あの1週間前にあの何言ってんのお前、はい、俺は2週間前なんだ。あ了解です。じゃあ後であのいやもう12日でしょ2週間切っちゃったじゃん。あそう後でじゃあ詳細送ります。いやもうそういうの困るんだよね。すいません。いやすいませんじゃないよ。おかりのさん掃除かけてるんですか。いや違うドライヤー。ああそんなんどうでもいいんだよ。何、はい、2週間前に連絡してくれないと、はい、こっちももうほらさスケジュールが押してるから。了解です。わかりました。いや了解ですじゃなくてねえ、はい、何なの。いやすいません。いやすいません。ヘラヘラするのやめなよ、はい、そうやって、はい、でどうせまた面倒くさいとか思ってるんでしょ。思ってます。超面倒くさいです。俺思ってんの。あ正直で超面倒くせえと思ってますね。え何俺のこと好き嫌いになった、うん、もういや好きですけどまあ、めんどくせえなっていう。え、俺のこと嫌いなんだ。いや、大好きっすね。はい、俺も大好き。うん。了解です。でもさ、はい。そんなことは、俺今、アイラさんにめっちゃ叩かれてんだけど、どうしたらいい？いや、だから、サメラは、もうだから、あれっきりにしといたらよかったのに。でも正直、どっちの方がクオリティ高いと思う。もうそういうのなしにして。二番煎じとかなしにして。ごめんなさい、僕正直見てないっす。お前、ぶっ飛ばすぞ。いや、あの、ツイッターとかで。見てねえのに、批評すんなよ。いやいやいや。いや、おかしいでしょ。だってあれ、アメリカ人のパクリじゃないですか。いや、パクリうんぬんじゃなくて、どっちのがクオリティ高いかってこと、トークスキルだとか。はい。いや、それはもう結果出てるじゃないですか。鮫島さんの方が、トークスキルは高いから閲覧が多いわけだから。ってことは、俺がオリジナルってことだ。はい、え、アイラがパクリだって言い出したんですか、今度。俺はそう言い出した。びっくりしちゃった。強気だなぁ。なんでそんな俺がオリジナルだって言ってた。アイラがパクったって言い始めたんですか。アイラがもう完全に2番煎じだと。マジっすか。アイラをブロックしてくれとみんなに言っちゃった。マジっすか。あげくのあてね、リスナーに500人のリスナーに、はい、アイラなんかブロックしちゃおうぜって。なんでそんなしなかったら俺がブロックするってお前らのことって言っちゃった、はいはい、ていうかメンド太郎さんも今パクってません。見てないんすけど。あーゴリラね。ゴリラ、はい、うん、いやでもお前もやりゃいいじゃん別に。パクリうんぬんじゃないよ、波に乗るんだよ我ら。我らやっと。じゃあお前はいいよ、寄り目で。なんで僕だけ寄り目なんですか。寄り目で。いや寄り目でいいじゃん。なんで僕だけ寄り目なんですか。だってつけられないもん。つけられないの意味が分かんないですけど。じゃあワドラって変じゃん。なんか寄り目でいいじゃん、そうそうそう、これ、はい、まあ、これよりも、はい、これじゃないやつがいいな。寝てないやつ。寝てないやつ。寝てない、多分腕組んでるやつ。腕組んでるやつも他に、あこれか、あったあった、うん。腹立つ。いやまあ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 。いや腹立つなっておかしくない。だからワドラもやればいいじゃん。あ、いやこれ、これ、ね、これはほらあのね、はい、あの要するにこれはこれのあのタイトルは、はい、要するに彼女を。なんかこれ売れない学生のビジュアル系バンドのボーカルみたいになってますけど大丈夫ですか。だからコンセプトとしてはね。はい。要するに身近なビジュアル系。ビジュアル系、そう。クラスにいましたよ、こういうやつ。あえてやれるビジュアル系。ああ、やれるビジュアル系。その、あの、AKB みたいな感じ。簡単にやれるみたいな。あ、でもこんなになるんだ。なるなるなる。すごいな。多分、ワドローは、はい、まあ、それなりにはなるよ。うん。元が良くないから、ワドローは。ほら、目が寄っちゃってるし。まあ、さすがに寄り目は直せないから。まあ、そうっすね。で、やってみりゃいいじゃん、ちょっと。自分で。うん。のんちゃんって化粧すんの？ねえのんちゃん、俺のこと化粧してアイラみたいにできんの？え、できんの？できんの？へえ。じゃあやってもらえない一回。ちょっとやってもらいますか。うん。はい。ああ詐欺シャメやったことあるもんね。え？あのサクッとらかなんかと喧嘩したことあるじゃん。詐欺シャメ？あのなんかねババアお前写真見せろとか言い合って。いやのんちゃんめちゃめちゃ可愛いですから。まあ、目でかいもんね。のんちゃんおっぱいプリンプリンですから。いやおっぱいは汚いけど。いやおっぱいプリンプリンっすよ。いやワドもやってみりゃいいんだよ。そんな別にパクリうんぬんじゃなくて。あ全然もっと柔軟に、はい、うん、はいはいはい。ワドだってヒゲがもんだマスクすりゃいいのか。そうっすね。マスクあとサングラスか。はい、サングラスかけて寄り目も隠して、はい、そうすれば大丈夫じゃない。はい。あこれのんちゃん、まあ、これのんちゃんですよ。いつ何年前。いやこれスノーですよ。お前これおかしいだろお前、どんだけシワ隠しとんだよ。
スノー、ね、でも目でかいもんね。目はもうそのまんまだもん、ね、まあまあ、まあまあそうですね、はい、うん、写真で見るとめっちゃ可愛いんだけどリアルで見るとほんとなんでがっかりするんだなんかやっぱまあ年齢だね、年齢、年齢ですね。でワドラいつやんの？ワドラ、いやアイテム上がんないと思いますよ僕。いやいやいや、それはわかんない。俺だって、ほんとに、あの、はい、普段はアイテムいらないって言って、ほんと上がんないんだけど、はいはいはい。サメラやって、トータルで16万ぐらい。え、一枠で？あ、二枠。昨日はハート花火のファンタスティックが20発。やば、うん、やってみようかな。うん、いや、だからほんとに、なんか知らないけど、へー、なんか知らないけど上がる。俺別に何のコツもないんだけど、何もアイテムくれとも言わないの。まあじゃあ今日の夜やってみます僕。あ、ほんとやれんの？はい。え、何時からやる？まあ夜中のゴールデンタイムぐらいに。夜中？夜10時ぐらいがいいんじゃない？まあ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 、いいっすよ。そしたら俺も合わせようか。あ、じゃあ全員でやりますか。全員でやる？はい。あ、それ面白いよね。なんか花火対決。ラがつく花火対決。花火対決っていうかね、まあその、まあまあまあ、アイラ潰そうぜみたいな。そうっすね。うん、でさあ、じゃあまあとりあえず、はい、マンハッタの夜明け入る？なんすかそれ、マンハッタの。バンド、バンド、え、バンドもやってんすか今サメ島？ビジュアルバンドも組む。マンハッタの夜明けってすげえかっこいい名前ですね。いや今3人は決まってんだけど、はい、あと1人ねいるねみたいな話しててメンバー誰なんすかマンハッタの夜明け？今アメラと、はい、サメラとゴリラ、はい、まあじゃあワドラも入りますよ。ワドラも入る、はい、ヨリラも。ただあのあれだよ、はい、サークル内で恋愛禁止だよ。そのメンバー同士の、まあ、あの例えばワドラの彼女、はい、誰もなんないけどノリコを取ったりとか、はい、わかりました。ダメだよ。わかりました。あとファン食っちゃダメなんだよ。ファン食べちゃダメなんですか？ダメダメダメ、絶対それ。じゃあ気をつけます、はい、ファン食べちゃダメ。あくまでそのなんていうの、僕たちはその身近なビジュアル系。はい、わかりました。であとなんか病気やってる？なんすか病気って？いや病気持ってるかっていう持病。慢性鼻炎。慢性鼻炎、あと、はい、あとなんだろう、うん、尋常性白斑。おう、はい、とかですかね。なんか肌が白くなってくるんですよ。ああ、はいはいはい、はい、ただね、うちね病気持ってないとダメなんだよ。いや病気持ってるって言ってるじゃないですか。持ってる持ってます持ってます。あ、はい、本当健常者ダメだから了解です。うちは、はい、病じゃなんかで、じゃあ例えばワドラのとりあえず今日やって、はい、夜10時やって、はい、でちょっとね、まあ言っちゃえばそのタイトルみたいなの決めるから、ワドの。あ、了解です。ワドラの、あ、了解です。ちゃんとで、ゴリラに関しては、はい、あのトンガのトゥクトゥクおじさん。トンガのトゥクトゥクおじさん、はいで、アメラは、はい、岡山の病弱男子。はいはいはい。で、俺は神奈川の職業イケメン。お、僕は何ですか？まだわかんないじゃん。あ、了解です。じゃあ発表まだわかんないじゃん、今の段階では。了解です、うん、はい、わかりました。ちゃんと手抜くなよ、マジで。のんちゃんメイクはできるんだよね、アイラみたいに。道具はあんの？道具、メイク道具あんの？全部、うん、あ、あるみたいです。おー、はい、じゃあま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 あ楽しみだねこれ。はい、了解です、うん、じゃあ夜の10時に。わかりました、うん、はい。じゃあまあサメラもまたね、まあ昨日に引き続きもうアイラがもう怒っちゃって怒っちゃって。あ、カラコンもないとダメなんですか？カラコンあった方がいいかもな。カラコンってどっかに売ってます？ドンキホーテにも売って、薬局にも売ってるよね、新宿なら。あ、了解です。薬局でじゃあ買っときます。まあドンキホーテなら確実にある。わかりました。なんかあるんですよね、そのなんか目がでっかくなるやつが。あのね、あるある、いっぱいあって俺わかんない。了解です。まあカラコンは絶対いるね、うん、で、ワドの場合カツラもいるかもな。カツラありますよ、僕。あるの？ちょっとかぶってみます。うん、よいしょ。あ、でもワドラ結構な顔立ちはいいからな。カラコンいるよね。ヒゲはね、マスクで隠れるからとりあえず。ありますよマスク。あ、ライト、女優ライトもな、あったらいいかもな。あ、でもまあまあまあ、そっか、赤髪か。なんか、うん、まあ、うん。赤のカラコンか、ワード。赤カラコンか。赤か。赤がイメージカラーってこと？ワードは。俺は、群青色だから。あの、テーマカラー。あー、でもまあまあまあ、ちょっと、汚ねえな、なんかこれ。こんな感じですよね。あー、なるほどね、うん、なんか花火ありがとう。あー、じゃあそしたらロイズの誇張欄流してよ。
ちょっと雰囲気。コチョーラン。ロイズのコチョーラン。コチョーラン。はい。うん。ちょっと待ってください。多分コチョーランで出ると思う。コチョーラン。ファレノプシスってやつ。コチョーラン。うん。ファレノプシス。これかな？うん。あ、今、通話中だから音入らないですね。あ、入んないのか。はい。じゃあまあまあ夜の10時ね、はい、とりあえず。わかりました。了解。了解です、はい。ありがとうございます。はいはい。はいはい。みんな、花火ありがとう。よろしく。前髪そうぜ。じゃあ夜の10時にみんな集合ね。よろしく。ファンタスティックありがとう。ありがとう。お疲れー。